こんにちは、こんばんは、NB ワックスです。エアボーンズ、レイルロードランタン。ダイソーで買ったこのエジソン電球風ライト。落として割っちゃったけど、よくアマゾンで売ってるシーリングランタン。きっかけがあって結構使えるんだよね。ゴールゼロ、ビームとシーリングライトタイプ両方使えるからいいよね。ワック LED ランタン2。こいつも引っ掛けられて開けて光量調整ができていい感じ。この間企業提供してもらったスルーナイト、今回もスルーライト。かけて使うのに便利だよね。でもこっちはゴールゼロは一度引っ掛けたら引っ掛けのフックにもう一度通さないといけない。これだけ単独で取りたい、使いたいときに取らないといけない。このアクションが一つ増えてしまうね。
こいつの面白いところがフックが取れるんだよね。マグネットになってる。さらにここもマグネットになってる。なんと電池がタイプ C で、さすがに強くやったら落ちるね。過信しないようにしよう。あえて分かりやすく表でつけてみたんだけど、テントの中のこういうランタンフックに引っ掛けたと想定して見ています。こう室内を照らしているランタンの機能で、ちょっとトイレに行きたいなと思ったら、このままマグネットを残して取れる。面白いこと考えたね。
同じぐらい明るくはなるね。